大型円盤が怪物を投下してるぞ。糸を通すやつだ。怪物を何とかしろ。市民を守れ。円盤だらけだ。ここに敵が集まってやがるぞ。だけどこんな状態らしい。エイリアンはどれだけ大軍なんだ。勝ち目なんてあるのかよ。怪物を投下する大型円盤をイモ、テレポーションシップと呼称します。テレポーションシップの装甲はバリアのようなもので覆われていて攻撃を全く受け付けません。撃墜する方法は分かったのか。現在データを分析中です。撃墜方法が分かりました。これで戦局を変えられます。あの者の功績です。彼女に逃げるよう連絡した。助かるはずだ。洋上で敵の新型船を確認。外旋盤です。ゾーンへ部隊か。奴らはどれほどの戦力を持っているというんだ。戦況報道をお伝えします。対局的に見て戦況は優勢に推移していると言えます。エイリアンは怪物の投下を続けているものの
EDF はその大半を駆除、脅威を抑え込むことに成功しています。さらに EDF は優勢を決定的とするため新兵器の投入を発表しました。新兵器の完成は2ヶ月後、4ヶ月後には各地への配備が完了します。新兵器は大型円盤を破壊する力を持っており、これにより宇宙船団を壊滅させることが可能となります。怪物を投下してるぞ。糸を出すやつだ。怪物を何とかしろ。市民を守れ。円盤だらけだ。ここに敵が集まってやがるのか。どこもこんな状態らしい。エイリアンはどれだけ大軍なんだ。勝ち目なんてあるのかよ。怪物を投下する大型円盤を以後テレポーションシップと呼称します。テレポーションシップの装甲はバリアのようなもので覆われていて攻撃を全く受け付けません。撃墜する方法は分かったのか。現在データを分析中です。エイリアンはなぜこんなことを。さあ奴らの目的は大型円盤だ。最高の戦士だ。安全な場所を見つけたぞ。
いつの後ろだ。大型円盤が来るぞ。大型円盤の撃墜方法が分かりました。これで戦局を変えられます。あの者の功績です。彼女に逃げるよう連絡した。助かるはずだ。見ろ、円盤を落とした奴がいるぞ。あの者を入隊させます。これは決定です。棒上で敵の新型船を確認。大船団です。増援部隊か。奴らはどれほどの戦力を持っているというんだ。戦況報道をお伝えします。対局的に見て戦況は優勢に推移していると言えます。エイリアンは怪物の投下を続けているものの、 EDF はその大半を駆除、脅威を抑え込むことに成功しています。さらに EDF は優勢を決定的とするため新兵器の投入を発表しました。新兵器の完成は2ヶ月後、4ヶ月後には各地への配備が完了します。新兵器は大型円盤を破壊する力を持っており、これにより宇宙船団を壊滅させることが可能となります。
イモ、あなたは EDF 所属となります。拒否は認められません。お断り。